タイヤバームクーヘンです。ただいまですね、ホテルグランビュー高崎、まもなくちょっとから泊まってきました。目的地には10時頃到着予定です。高崎観音ちょっと迎えたいと思います。高崎観音を迎えたいと思います。ちょっとゆっくりですね、間違えないように行きましょう。およそ500メートル先右方向です。高崎観音行ってきます。皆さんですね、高崎観音ってなんか見たことあります？よくですね、あそこから見えると思うんですよ。およそ300メートル先、新幹線のですね、なんかもしくは、国道17号線から確かね見えると思うんですよ。ぼわーってですね、なんか怖い感じでですね見えると思うんですよ。そこに今向かってます。怖くはないんですけどね、なんかぼわーんって映ってるじゃないですか。それをですね、今日はですね見に行こうと思っております。はい、行きましょう。そうですね、今日の今回のホテルのですね一応感想なんですけども、かなりですね1ランクビジネスホテルではないラグジュアリーな、ホテルだっていうのが、分かりました。結構ですね高級感漂うですね感じのホテルだったんで、まあ一応これ本当だったらもうここを右です、あれだからね違反だからね、今の前の車、あれもうカットしてるからな、あれもうそこのとこ以上のところを。
ドーンと控えてますね。見えます？これがよくですね、見えてたんですよ。見えてたっていうか、あの見えるんですよ、あの国道17号線から。
その先左方向です。